なんか埋まってないか、あれ。なんか埋まってるよね。これ何？これ。岩が岩で埋まってんの？どういうこと？さて、本日も楽しいティアキンの時間がやってまいりましたということで、今回も引き続き、ホコラのね、方の攻略、やっていきたいと思います。で、前回からのね、続き確認していくと、まあちょっとマーカーの近くに、ワープして移動してきましたよということで、一番近いところはここですかね。赤色のマッピングが刺さっているここにちょっと向かっていこうということで、ちょっと行ってみましょうか。あ、どうやって行こうかな。飛ぶか。そろそろ祠攻略の方もですね、まあ終盤の方に差し掛かっていると言っても過言ではないんじゃないかと思います。あと7個かそこらぐらいかな、確かね。あ、ちょっと、まあ、これ地上だけの話ですけどね。空の方はですね、上空の方はですね、まだちょっとね、探しきれてない部分があると思うので、まあ、ちょっと何とも言えないんですけれども、おお、なんか倉庫行ってるうちになんか一個出てきたぞ。これはやったやつか？これが、今目指しているとこなのか。あ、ここだ！丸出しの、あ、なんかめっちゃ魔物いるな。ちょ、とりあえずね、まあ、ドア玉というか、まあ、すぐ、一番最初にね、こう、あいた！一番最初にとりあえず祠をやっていこうという方向性で、ちょっとやっていこうと思いますけども、なんか拾ってますね。ポカポカだけ拾ってました。はい、ちょっと一旦ね。で、祠をやってから後なんかこうね、寄り道するときは寄り道するみたいな。さて、あー、またあれか、一心の戦いか。粉砕、なんかハンマー系、なんか壊すのか、粉砕か。ちょっとまあ、まず様子を見てみないとね、毎回。ああ、あそこにいますよと、上に、下になんか、ああ、なんか動いてんな、あいつ。あ、真ん中の方は水なのか？水場になってるのか？これバレるだろ、でも。静かに近づくことはほぼ不可能じゃない？この、あの雑魚そうなやつをまず、お。なんやこいつ、お前、おい、これ。この雑魚そうなやつをまず一旦やると。で、これはただ全員にバレているわけではないよね。はいはいはい。まあ一部のゴーレムにバレておりますけれども、粉砕と書いておりますね。あ、なるほど。あれを落とせということか。でも、どうやって落とすんだ、あれ。爆弾？爆弾みたいなのいるよね。あれ破壊しないと無理じゃない？なんかあんのか。粉砕ってそういうことだね。あ、あれ使うってこと？あ、やばい。全然見つかるやん。あの距離で、ね、えぐいて。ちょっと案外ね、その警備範囲が広いのよね。警戒範囲がね。あっちも同じようなのがあるんだね。粉砕、ちょっとわかんねえな。このギミックの扱い方がよくわかりませんけども、あれどうやって破壊すんだ？あの敵をさ、なんか多分つけて、この周り破壊すんだろうけど、でも無理じゃねえか、これ。普通に見つかるしな。おい、なんや、もうこう消す。もうこれでやったろわ。このクソ野郎。え、何？来いよ。あかん、危ない。決まったらしい。ちょっとこれ、槍の先っちょになんかつけとけばよかったな。ちょっと待て待て。あ、壊れちゃった？もう。早いな。長い棒まだあるぞ。いや。あ、やばい、早い。ちょっとこれね、わかんないのよね、タイミングが。危ねえねけどね。来い。あだそうなんよね、振り下ろしが。いや、むずい。この、危ない。プレイ。あが、ああ、まずいです。ちょっと結構ボコボコにされてる。嫌だ。え、待て。ちょ、待て。なんかいろいろ近い。あいだ、危ない。来いよ。おらい。そして、ラッシュを決める。お前か。ちょっと長い棒壊れそう、普通に。危ない。ちょ、待て。あー、こいつ、壊らすか。壊らす。あ、じゃあ、そんな時間ないかも。おい、ちょっと待って。ごついあいだ！ちょっとまずい。全然かわせない。これね、近づいてこうやるんだよ。近づいてこうやるとラッシュが入るからね。これでなんとかやろうと思うんですが、ちょっと強いね。これ怖いね。ちょっとなんか、一旦スクラビルドとかした方がいいかもしれない。武器のね、ちょっと攻撃力が弱すぎて、何も、なんかあんまダメージ入んないのよ。これさ、一旦これ、あ、やばい、ちょっと待って、直しちゃった。ちょっとまあ、マジで。ちょっと先に、先にやっとけばよかった。ちょっと待って。
先にいろいろやっときゃよかったな。ちょっと武器なくしちゃってない？ちょっと一回じゃあこれ氷つけて。いやーかもしんない。ちょっと一回これはこいつを一回ね、ボコボコにしてこいつをまずやります。こいつは一旦やります。で今のうちにこいつをやる。あーちょっと待て、これ待って、このゴーレムの中等兵の角を手に持って落とす。でこいつ一旦あがん、おー危ない。でこれ木の棒につけないと、ちょっと木の棒壊れちゃうから。あ来た来た来た、こいつの武器を奪う。奪っといて、でちょっと待って、あ違う違う違う、ボタンをね間違いがちなのよ。でスクラビルドにしといてよ。武器を入れ替えますよ。よしこいつつけますよ。来た、あいた、危なっ、あいつ石投げてくる。オッケー、とりあえずちょっと危機が逃れた。危なっ、回復できねえんだよね。上から撃ってくるやつらいいのか。あそこ崩せばいいのか。あそこ崩すのが多分目標だな。ただどうやって崩すんだあそこ。なんか崩せるもんないよね。あ、なんだこれ、なにこれ。あー、え、お凍らすやつ、これ凍らすやつなのこれ。凍らすやつ、あ、わかった。まあとりあえずわかったぞ。やりたい、やん、言わんとすることはわかりました。これをちょとりあえず登りますよと。あ、いやこっちじゃないな、反対側じゃない、反対側のまあ、モーニングスターを作り上げるってことね。モーニングスターを作り上げて、岩のね柱、支えられているあの岩の岩型の柱を、モーニングスター投げて粉砕する。ちょっと待って、撃たれそう、怖い、危ない。ちょっと一旦じゃあちょっとね登りまして、登らせていただきました。登れねえのかこれ。あ、これで壊せんの。でも壊せねえじゃねえか、どうやって壊すんだこれ。え、どうやって壊すの。待て待て、あだ、まずいまずい、待て待て待て、壊し方がわからん。なんか壊せんのあんのか。あ、これ浮かせれんのかこれ。浮か、取れねえじゃねえか。ちょっと待て、もう向こう側のちょっともう一回試していい。モーニングスター作り、モーニングスター作りに挑戦だ。これをちょっと浮かせ、このつかめんのがウルトラハグで、このあの玉みたいなやつつかめねえじゃねえか。おい、どうやってんだ。あ、通れるふか、なるほど、これは盲点、盲点通れるふって。ちょっと待って、じゃとりあえずよ、これもう多分ここにつけないといけないでしょ。で凍らすんだ、あの水を。でこれあれじゃない、でも柱に投擲でこう投げつけたらいけるんじゃねえのか。一回投げてみるか、試しに。物は試しだ。ほら、ダメだ、壊れない、沈んじゃった、嘘だ。あー失った、いろいろ。これでも凍らせないとダメでしょ、狙われてますから。でこれで凍らせる、凍んない、ダメだ、やばい、凍んないかも。スクラビルドが、スクラビルドすればいいのか。こいつを使ってスクラビルド、そしてこれダメじゃねえか。どうやって、どうやって、どうやって壊らすんだこれ。矢で凍るのか。ああ、矢でもいいのか、なるほど。じゃあだとしたら向こう側だったらやるとしたらめちゃめちゃしくじってる。じゃあですよ、これを外すじゃないですか、一回ね、一回。そして、スクラビルドでこれをつけますよと。でこいつ破壊できるのか、ちゃんと。あ、破壊できるね、オッケーオッケー。したら矢で足場を作っていく。であれ多分壊してあいつらゴーレムを水に落とせば多分やられるから、ちょっとね頑張ってあそこに近づいていかなければならない。あ、うまくいくかな。矢は、矢はまだまだなんか数はありそうだね。よっ、 OK、 まず一つ、まず一つ作りました。もう一個、もう一個ぐらいいるな。よし、ガンガンに進んでいかないといけない。ほい、でこれでちょっと近づいて、近づいてこいつを崩す。おれー、どうや、終わった、こういうことですね。いやー、これは難しいですね。意外とね、頭使わされたね、この戦いは。
まさか、東レルーフね、案外ちょっと忘れがちなのよね。このねえ、この辺この辺ちょっとね、忘れがちなのよ。まあ、こういうのをね、うまいこと利用して戦っていかなければいけないところを忘れがちなので、まあ、ちょっとね、意識してやんないといけないな。で、スムーズにいかなかったぞ。しかしね、気づかされることは多かった。なんか拾った、何？特等隊長エッジ63。おお、強いじゃないですか。これありがたいんじゃない？63？ なんか久しぶりにこの手の武器を拾ったな。しかも片手剣。これ嬉しいことです。行きましょう。さあ、お、辺りはすっかり暗くなってますけれども、なんだ、なんかあの辺不思議な、なんかゲートが悪くない？なんだ、この辺なんか、やっぱ火山地帯だからあったかいのかな？ちょっとね、この辺ちょっと魔物がいたんで、一瞬ね、こう探索しようかな。あ、多分ね、ここの祠がやってないってことは、多分来たことないのよ、この辺。なんか魔物いたでしょ？キャンプがあったよね。どこだ？あそこか？あ、寝てる寝てる。今がチャンスじゃねえか。この、早速特等隊長エッジ、これを使って、おはようございます。起こしていきましょう。この人たちをね。さあ、起きるのか。おはようございます。はい、いいですね。この寝てる間の不意打ちが一番ね、こう、危ない。気づかれる前にね。寝てる間の不意打ちが一番楽ですからね。ただ向こう、あ、カバンダがいるじゃないか。こんな魔物の近くで、頑張ってたのか、お前一人で。ええ。まあ、ちょっとそのまま頑張ってもらうことになるけどね。カバンダには今用はないんですよ。あそこにもいるな。あいつらか。本丸は。そしてこの辺ね。この、すごいなんかお湯に囲まれた場所ですけども。ちょっと足音がね、大きくなりそう。まあ、近づいてリザルフォス。こいつは、あれか。寝ないのか。ということはだ。こいつはね、サファイア系のやつで、やったら、消えるよ。シュインって。近づきまして、不意打ち。シュインと。あら、壊れちゃった。バレた？バレたかな？バレたっぽい。ちょっと待って、どうしようかな。バレたならば、もう戦うしかない。エッジで。あ、やばい。危ない。入った。来いよ。おれ、危ない。来いや。あ、なんで。来いや。おれいや。おれいや。危ない。来いよ。おれいや。武器を没収します。危ない。来いよ。危ない。そしてこいつをまず殺す。オッケー。そして次はこっちじゃ。次はお前だ。待て、そんなに俺に背中を見せたらこういうことになることをお前は学んでいないな。戦う者として背中を見せるということは負けを意味するということだ。なんかアイテムある？なんかリザルフォスが。オッケー。なんかやばー、これ大岩ハンマー。こんなの作ってんのか、こいつら。知恵をつきやがって。ちょっと待て、こんだけこんだけか。なんか特別なんか大きなギミックはないのか。でかい岩があるぐらい。なんかすごい、でもなんか木がね、すごいけどね。なんか骨があんな。骨あるけど、なにこれ。骨があんね。なんかコログみたいなのいそうだけどな。いないのか。せっかく来たんなら、なんかそういうところもね、できたら、ついでにできたらめちゃくちゃいいんですけど。なんか、どうしよう。このゲートをとりあえず通ってみようかな。なんかありそうなぐらい広いけどね。ど根性崖。ど根性崖っていうのこれ。これど根性崖。なんかミニゲームみたいなのあんのかな？飛び降りろみたいな。まあでもなんか特別な何かあるわけじゃなかった、みたい。わかんない。ちゃんと探せばあるのかも。ただちょっと探すのめんどくさくなってきたな。
本来の目的とはちょっと逸れていますから、まあちょっとね、この辺でじゃあ移動していきますかね。この一番上にだけ行ってみるか。このね、足場なんかあるしね。これだけちょっと見ていこう。よいしょ、ど根性崖をね。ちょっと根性で登っていく側でちょっと根性を出していきたいと思うんですけれども、まだまだ高いですね。あれなんかいい方法あんのかな、上に上がる。おいおいおい。おい、来ました。上の方にね、やってまいりましたけれども、どんな感じになってますか？ど根性崖。あ、なんかありますね、ここも。いろんな、なんかその街灯的なやつが。何があるんだろう。この、気になるな、この石が一個だけ真ん中に置いてあるの。持ち上げてみる。なんもないかい。うわ、そしてなんか宝箱が埋まってますが、こいつは敵か？敵か？これ普通宝箱か？一回騙されてっからなんだ。宝箱やと思って近づいたらなんか出てきた。びしてますから。痛い目見てますからね。とりあえず見てみましょう。純粋な宝箱だったようで。銀ルピ。こんなに必死に登ってきて銀ルピ。あまりにも、チャチーな。待ってくれ。これだけだったのか？なんか周りはでも鉱石がいろいろあるっぽいな。これだけ取っていくか。うわ、待って、出た、この矢印。何？なんかね、これ？この矢印何なの？あ、調べる。いた。コログいたわ。やっぱあの矢印ってコログじゃねえか。え、コログの場所を指し示しているね。この上にありますよってこと？前回もね、ちょっとこの矢印のやつ見つけたんですけど、コログだったのか。コログの場所を示す矢印だったのか。俺、撮ったっけ前回。ちょっと、でも覚えてないわ。なんか無意識にやってたのかも。というわけで、移動しましょうか。お次はですね、この黄色でございます。ここに向かっていこうということで、あ、まあでもそんなワープするほどでもないな。こっからまあ気合でこの真ん中、左側に当たるのかな。違う、右側ね。こっち側に当たるのか。に行けばいいということですけれども、ちょっと、若干遠いな。チューリーを出して。まあ、飛んでいきますかね、ここもね。ガンガン使っていこう。円滑に進めるにはこれが一番いいのですよね。いやー、この辺の景色はね、ちょっとあまり面白くないんですけれども。火山地帯というものはね。まあ、とりあえず、ま、黄色の方に進んでいって、まあ、それはさほど遠くないので、あそこになんかいますね。マグロックの小さいやつ。まあ、そら、ありました、ありました。丸出しの祠。いや、いいですね。丸出しの祠は。ちょっと降りよう。よいしょ。はい。決まった。うまいことキャッチでき、着地できました。オッケー。いただく。肉はいただくぜ。やべ。やべ。彼が。やってきている。ちょっと待て。はい、来ました。イバジタキヨの祠、ここですね。黄色、本日2つ目。よし。さて、この祠は道をつなぐ鍵ということですね。まあ、何か鍵、謎を解いて道をつなげていくのでしょうかね。まあ、何かで塞がれてんのか、それとも道がないのか、ちょっと見ていこう。どういう状況？あ、まあこれあれか、通れるルーフで登れたやつ、この長いところを。それしか考えられないよね、これ。どう考えても。ちょっと通れルーフだ。結構通れルーフの使用度高めよな、こういう祠系って。案外ね、でもここ登ったとてじゃない？これどうやっていくのこれ。鍵？これ、一応、あれが来るようになってんのかな？回る？あ、わかった。これ、戻れ子だわ。戻れ子でちょっと戻すんだ。解除。来た。うまいことできてんな。すごいね、この戻れ子と通れルーフの組み合わせ。ギミック。うわ、着いた、早。ちょっと待って。俺、何も取ってないんですけど。宝？え、宝とかなかった？マジで？ほんと？まあ、しょうがない。ちょ、終わりだ、これで。マジかよ。あっさり急に。そんな？なんか張り合いがないですけど、まあ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 。クリアクリアということで。はい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 。二つ目ね、クリアしました、本日ね。あ、なんか思いのほかあっさり終わっちゃったけどね。なんでだろう。あ、なんかいるな。あいつはね、この、
霊気の実をねつけた矢で一瞬であいつはやれますからね。ちょっとやれるときはやっとこう。で素材をねちょっとね回収していこうということで、いつ使えるかもわかりませんけどもね、なんかやれるときにやっとこうっていう。あー出てきたあいつだるいんだ。ちゅうわけでおオクタコスいるじゃないか。オクタコスだったっけ。なんかちょっと回復してもらおうぜ。なんか武器あったかな、いい武器。せっかく来たならちょっとね回復していきたいけど、どうしようかな。このゾナニウムの弓をちょっと回復してもらうか。ゾナニウムの弓はねこいつめっちゃまっすぐ飛ぶんでね、意外とねこう使う時があるんですよね。なんでこれをちょっと回復していただくということで。オッケー、ナイスナイス、チューリーナイスタイミング。いやチューリーがねいい仕事してくれましたね。これで何か付与されたのか。何が付与されたんだ。ゾーナ、あこれね耐久が上がったってことこれ。いいじゃない、やったラッキー。うん、じゃあちょっと行こう次にね。あ待って宝箱あるじゃん、よく気づいたな。こんな感じでちょっとあんのかな、このお湯が湧き出している各所ちょっと見てみる。まあ、とりあえずこれなんだ、爆弾バラ。これはねいくらあってもありがたいですからね。素晴らしい、爆弾バラ嬉しい。で俺ちょっと今ね矢が12本なんだよね。ちょっとね矢が少ない、矢が少ないので矢がもらえると嬉しいので、魔物の拠点みたいな、魔物がこうねあの群がってるところをちょっと襲撃しまして、その木箱からとか、まあ、樽とかからまあちょっとね矢を奪っていこうかなと思います。矢を回収していこうかなと思いますので、ちょっと積極的にそこはねちょっと潰していこうかなと思います。というわけでじゃあちょっと次行きましょうか。そんなに離れてないんですが、あこの緑のとこ、あどうしようかな、陸地からこう行くか、いやまたゾナニギアで飛んでいくか。じゃあ再び空の旅をね堪能していきましょう。めっちゃいるじゃんここオクタコス、なんかいい武器持ってこよう今度。あーマグロックがねあれ埋まってますから、あれマグロックですよ大体あんな感じで埋まってるやつは。というわけで、あここなんか以前訪れたのかなこれね、以前というか、まあ、前回のとこになるのかな。あーまあでっかいねこうクジラの、クジラ？クジラじゃねえわ、でっかいなんか骸骨があんのよ。この辺もちょっとまだね探索しきってないんで、まあちょっとこの見てみますかね、この骨なんか面白いものがありそうではあるけど、と言ってるうちにあそこに祠が見えております。あれかな今回行くやつは。この辺一回来てんだけど気づいてなかったのか俺は、あの祠があることに。一体どういうことだ、前代未聞だな。ちょっと着陸しましょうか、また綺麗に綺麗に着陸したとって消えるんですけどね、乗り捨ててもいいんですけど、プライドが許せませんそれを。おら、はい来たわ。さあまあちょっとね決して綺麗ではなかったかもしれないですけど、比較的安定した状態で着陸したということで、マヤここの祠はこちらやっていきましょう。さてこの祠は落ちる刹那ということで、何か落ちる瞬間に何か手を加えないといけないというやつですか。何が落ちるんですか、まずどこですか。なんか下にありますね。これなんだ、これちょっと切ってみるか。これほら、あ動くってやつ。あーはい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 、ちょっと待って、どういうこと。あーそういうこと、落ちる刹那って。あーだからまあとりあえずこう登ってみよう。そしたら全ての人たちが今理解できると思うシステムに。まあ、とりあえず飛びますよ。はいはい、落ちる刹那ね。はい、そういうこと、わかりました。オッケー。まあ、仕組みはこうです。このボールをね、転がしていくと。ここ転がして、あっちに、あの穴に落ちていく、その刹那、ね、スイッチを押すということで、床を出現させる。で、ボタンを押すという、まあ、そういうシステムでしょう。行きなさい。行ってこい。さあ、落ちる刹那ということで、一番はね、こう、ちょっとこの辺で飛んでおきましてですね、この瞬間にここ、撃つ。そうすると、こう。はい。
これがうまくいったということです。あら、もう一段階あるようですね。ここだけじゃないみたいです。じゃあもうちょっと進みましょうか、一旦ね。で、続きましては、ここにまたスイッチがあるんですけれども、下を見た感じなんか水があるな。どうするんだ？これもでもシステム的に一緒なんじゃないか。はい、手前に出てくると。でも踊りますよってね。それで、玉はどこにあるんだ？何がどうなんだこれ。これは何？お、ちょっと待って。この水何？何の水これ。落ち、あ、え？どういうこと？なんか向こうのボール持ってくんのか？いや無理だろ。ボールとか持ってこれない。深い穴がありますけど、どうすんだこれ。高いところから踏むのか？そんなことしていいのか？ちょ、なるほどね。わかった。オッケー。じゃあ、こう、あー、これ？あー、あるなんか、すごい。こんなところにあったのか。それわからないな。こんだけぶっ飛ばされる。なんか、一番高いんじゃない？祠史上、ここが。あった！これだ。自分で踏むんやと思ってた。うわー、マジで。これ落として当てろってこと？いや、ちょっと待って。結構テクニカルな祠だな。ちょ、待って。あそこにあるでしょ？落として当てる。ここ、あ、これはまあ勝手に壁に当たって自動的に下に落ちてくれるので、あれ追いかけてってこと？うわー、これうまくいくかな？一発でいけたらみんな拍手してください。画面の前で拍手。心の中で拍手していただいて。いきます！さあ、こいつにね、OK。はい。ダイビングして、あ、違って、あ、間違えた！ダメです。みんな、やめてください、拍手。二度と拍手はしないでください。もう一度チャレンジ。二発目ですけどね。はいはい。これで、これこそうまくいくでしょう。さあ。さあさあさあ、行きましょう。そして、はい、ちょっとここで、うわ、すごい、ちょっと待って。アングルが、ちょっとね、当たらないというか、なんか、ダメですね、これ。これ間に合う？これ。ねえ、ぶっ、あ、いた。死んだし、しかも。やば。命がけすぎん、これ。ちょっと待ってよ。なるほどね。あ、そのための水だったんだ。死にます、これ。もう一度、じゃあちょっと調整させていただきますけども。よっしゃ、これ結構テクニックいるぞ。もう、なんだこれ、一体。よっ。先にも降りとこ。来てる？ちょっとこれで待機しようかな。あ、いいね。来てるな。もういいんじゃないかな。速度的に、あー、ここね、飛び降りた場所が悪すぎてちょっとまずいのよ、これ。あー、もう。おい！ムカつくな、これ！さあ、ここから4度目の正直でございます。2度あることは3度あるというところを乗り越えた後の4度目の正直。ここはちょっと決めたい。ですが、いけるのか？とりあえずまあ早めに行っといて、この辺で一回ね、ここでもう出したらいいんじゃないかと思うんですよね。どうだ？オッケー、来たー！うわ、すごい結構やっぱすごい、とてつもない速度で降りてきてたんだね。いや、えぐいなー。ちょっとオッケー、わかった。やっとできました。4度目の正直ということでね。本当は一発で決めたかったんですけどね。皆さんに変な期待をさせてしまったということでね、非常に反省しておりますけれども、なんだこのスペースは。気になるスペースは宝箱とかあるかと思ったけど、今一瞬。まあいいです。ちょっととりあえずね、進んでいきましょうか。 OK、 クリア。一応ね、ちょっと命を一つ削りましたけども、行きましょう。さあ、とりあえずね、祠クリアしました。3つ目かな、3つ目だったかな、3つ目か。まさかこんなところで命を一つ失うとはね、思いもしませんでしたけれども、おっと！赤々と月が、ブラッディームーンが、あそこに誕生しております。ちょっとこれ時が来そうですね。非常に危ない。かんばしくないということで、ちょっとあのね、骨組みというか骨。これちょっと見学していこう。僕は結構ね、博物館とか好きなんでね、こういうの見ると結構ワクワクするんですよね。オッケー、ちょっとなんかあんのかな、特別。こんだけでもでかいオブジェクトってなると、なんかギミックあっても良さそうですけど、あ、なんか壊せそうな岩の塊があそこにあるぞ。
なんか埋まってないか、あれ。何が埋まってんだ。壊してみようかな。なんか埋まってるよね。これ何これ。何？岩？岩が岩で埋まってんの？どういうこと？ちょっとユンボーにまあ手伝ってもらおう。まあ、ユンボーに手伝ってもらうというか、ユンボーがするんです。手伝うんじゃなくて、こいつの仕事です、これ。ほら。何？でっかい玉が挟まってるのが。どうすんだ、これ。とりあえず、一旦全部破壊してみよう。は？ふざけんな、マジで。ふざけんな、まあ、でっかい玉だけかよ。どういうことだ。めっちゃ転がってたし、なんかあんのか、他に。これ、まあ、運べるのはわかるんですけど。これ、どうすんの、これ。何のために俺はこれ取らされたんや。あいつに持ってってやったらええ、これ。どうぞって。いるかな、このでっかい岩。欲しかったかな、これ。欲しかった、これ。はい、どうですか。あなた、なんか言ってます。ちょ、話しかけられねえ。怯えさせちゃって。リュウネ、あなたも来たのね。見てよ。あの骨でしょ、これね。あそこね、クジラちゃんのお面の、あ、なるほどね。目玉の化石が残っている。そっちにないんだね。目玉なんだ俺。あ、ここまで来たのに、せっかくなら両目が揃った姿を見てみたい。どこかにもう片方の目玉も残されてると思うのよね。いや、隣にあります。目玉持ってきちゃった。隣にありますよ、目玉が。見ることができるならお金はいくら払ってもいいわ。あの、あるよ、お目目。あなた、ちょっとお目目通ってますよ、左側。あら、ちょっと、こんなにでかい目があるのにね、彼女自身はかなり視野が狭いということで。これはめればいいのか。ちょっとじゃあ、チャレンジとかはね、まあ、なんか、後でまとめてやるつもりでしたけど、まあ、こういうなんか、不可抗力というか、不可抗力チャレンジはちょっとやっていきましょうか。これはめりゃいいのか。置くのか。こういうこと？勝手にはまるんだね。来ました、揃いました。これで揃ったよっていう報告をすればいいのかな。目が入ったぞって。見たいって。そんなに見たい。はあ、せっかく来たのにな。どうせなら両目が揃った姿を見てみたかったな。揃いましたよ。え、本当に？まあ、すごいわ。お目目が復元されてる。はあ、大きく精悍なお顔に可愛いまん丸お目目の、そのアンバランスさがたまらない。両目が揃って一段と魅力が増したわ。あなたが見つけて復元してくれたのね。ありがとう。これ、良いもの見せてくれたお礼よ。受け取ってね。お金払ってもいいって言ってたから、お金かな。お金だ。紫ルピーだ。50ルピーね。ここでずっと見ていたいけど、クジラちゃんはあと2頭いるとよね。早く次の子も見に行きたい。次はヘブラ地方にいるクジラちゃんを見に行こうと思ってるの。ちょっと地図見せて。あら、教えてくれんの？ここにクジラいますよって。はい。ああ、はいはいはい。この辺りにいるらしいの。わあ。はあ、次のクジラちゃんはどんな姿をしてるのかしら。こうしちゃいられない。私そろそろ行くわね。クジラ探検家か。クジラというか遺跡か？遺跡というか、何、化石か？オリジンの大化石チャレンジ、ミニチャレンジ。ヘブラの大化石が追加されましたね、代わりに。じゃあ同じような多分ミッションがあんのか、チャレンジが。というわけで、クジラを見たい女性のね、願いに応えたということで、ついでにちょっとやらせていただきました。あ、犬いるな。うるせえんだ、肉になれお前は黙って。というわけで、じゃあちょっと次行こうか。いや、結構いいペースで、ハイペースで進んでるぞ。ちょ、ここか。これ、消防隊が近いけど、このまま行ってもまあ全然いいな。せっかく、どうしようかな。あ、いや、消防隊から行くか。はい、ドイブラン遺跡消防隊ということで。あ、ここドイブラン遺跡ってこの場所か。なんかね、結構テンポよく進めてるような気がしますね。まあ、祠をひたすら攻略する。まあ、今までね、ひたすらちょっと寄り道しすぎたっていうのもあるけどね。あ、やばい、見つかっちゃった？なるほど。ちょっと見つかってしまったようですが、まあ、ちょっと無視していきましょうか。あ、でもね、ちょっと待ってね。あのね、あ、やばい、めっちゃ来てる。ちょっとね、ゴーレムの、あ、違う違う違う、危ない。ちょっと待って待って、危ない危ない。ちょっとね、ゴーレムのね、あ、いた、なんかいた。ゴーレムのね、この素材が、あ、いた、ちょっと待って。素材が欲しいのよ。
なんでちょっとついでにね、こういうのをやってちょっと回収していこうかなと思います。おいよ、ほら、ちょっとこれタイミングむずい。これね、読めないんですよね。よっ、オッケー、来た。未だにちょっとね、このタイミングを読むのがね苦手ということで、まあなんか適当にやってかわせたらやってるんですけど。よっしゃ、よっしゃ、オッケー。これが何、中等兵だっけ。特等、特等兵、特等兵だったのか。さっきの上等兵どこ行った。上等兵はね、でもあんまりいらないんだよな。特等兵以上のゴーレムのね、なんか素材が欲しかったりするんですけど、まあ武器のね、攻撃力面を考えてという意味で。ここなんかブクブクなってね、これいけんのか、泳げんのか、これなんか無理そうだな、怖いな、やめとこう。ちょっとじゃあ高いとこから登って、チューリの力を借りて飛んでいきましょうか。もっと登りやすい木から飛んでいこう。あ、あそこにゴーレムいる。あれちょっとやっていいかな。よし、大丈夫、いけた。はい、まあちょっと祠はね近くなんですけれども、まずはちょっと素材集めということで、あのゴーレムたちをね、あ、いましたね、いましたね。周りは雑魚ですけど、あの一番先頭のやつ、こいつ、こいつはねちょっといい素材持ってんのよ。これね、今ちょっと武器装備しているやつも同じですけど、これこの程度のあの武器ができるということで、どうしようかな。これ上に上がっていくか。これあれ効くのかな、煙玉効く、これ。こいつらにも煙だけよっ、しょ、忍びが、いや、雑魚はこのようにして倒す。うれ、雑魚は終わりだ。そしてまだあやつは気づいてない、不意打ちを食らわせる。ほら、そしてついでにこれを切ります、切り刻みます。ほらい、あ、やばいです、削りきれなかった。マスターソードがある、でも僕には。危ない、危ない、危ない。はい、まあ、ちょうど壊れた時にね、この頭が取れたわ。ちょ、最近ゴーレム倒してないからね、結構ね、ゾナウエネルギー不足なのよね。せっかく拾ったんで作っていきましょうか、早速ね、これ使って。これが35か。これを、じゃあどれにつけるかよね、問題は。どれがいいかな、なんか強化されてるやつにつけたかったりはするよね。これが一番耐久が上がってるから、これにつけるか。10。よっ、おっと、これで55。あら、そんなに、そんなにか。55、まあ50以上あればまあいいかな。オッケー、じゃあちょっとね進んでいきましょうか。この辺なんかあんのかな、なんかゾナウギアがね所々に落ちてますけども、なんかヤギみたいになりますね。あいだ、あいつ歯向かってくんのが。まだ俺何もしてねえぞ、歯向かうというか。痛えな、やりやがったな、地味に食らってんじゃねえか。で、なんだここにあんのが、洞窟案件ですね、これはね。ということは、この付近で迷いを探せと。これ迷いがですね、洞窟の近くにいる動物でございますので、迷いがあれば洞窟がある、洞窟があれば迷いがいるというね、まあ多分そういうことになってると思います。この辺なんかくぼんでるな、これくぼんでるぞ。こっち側から入れんじゃないのか。おっとおっと、あそこに魔物がはびこっているか。オッケー、多分なんかこの下、この下あるな。あ、あった、あったか、あれじゃね、これじゃね。あー、マジで魔物の軍団がいるところか。魔物が、うわ、なんで暗いんだこんなに。え、なんでこんな暗いの。え、怖いんですけど、怖いんですけど。暗っ、めちゃめちゃ暗い。明かりだけじゃ、こう、カバー、あの、明かりだけじゃない。あれほどの明かり花ぐらいじゃ、こう、カバーしきれないぐらい暗いじゃねえか。どういうこと？ちょっと待って。いや、魔物がこう、寝床にしているところを、寝床？寝蔵にしていること。寝城か。魔物の寝城？多分ね、でもこの、どっかにね、あると思うんだよね。祠が。ちょっとキースがいいんだけど、あ、これ矢使うのもったいないかな、消すか。ほらほら、熱い熱いけどちょっと我慢してください。どっちだどっちだどっち側なんだ。なんか方向性は良さそう、めちゃめちゃ暗いな。でもそんなに、あ、いた、いるぞ。どうやろうかな、まずあいつをイン、撃ち落として削る。そんなに強くないやつだ。あ、お前もいんのか。ほらほらほら
ほれい、こいつちょっと体力多めだな。こいつちょっとやっとこう、めんどくさいということもあって。おい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 、俺立てこれ、立てこれ、おいこれ、おいしょ、また次、次もう一体、もう一体いるだろ、お前か、落ちろ、オゲー、ほれ、さあ、まあ、強くないタイプ、あ、これで終わり。でもたやすい、結構たやすかった、よかった、そんなに大変な魔物のネジロじゃなくて助かりました。ちょっと明るくしたいな、でもちょっと暗すぎんか。おー、すごいな、上がり花。やっぱ洞窟とかで投げるとより感じるな、すごさを。ちょっと上がろう、せっかくなら宝箱取ろうや、せっかく来たしな。この辺めっちゃアイテムあるな。オッケー、何？なんかいいの入ってんの？何？森人の槍？なんか攻撃力アップ台が6ついてる。なんか有能そうでよくわからん。で、問題は祠なんですけれど。あれ？ここじゃないの？めっちゃここにあると思ったけど。いや、こっちだろ、絶対。あった！正解でした。うわ、なんか。不安になるぐらいあっさり見つかったな。こんな時間かからずに見つかります？腕を上げたのか。ちょっとまあ祠がどこに、洞窟がどこにあんのかっていうのがなんとなく分かるようになってきてから、すごいちょっとなんか感が良くなってんのかな。まあやっていきましょう。さあ、まあ本来はね、こう洞窟探し回って苦労してラウナの祝福だってなるとこなんですけどもね、あっさり見つかったもんですから、まあそんなに苦労せずね、祠もあっさり終わりということで、なんか後半になってすごいちょっと速度増したな、祠を攻略する速度が。さあ、クリアいたしました祠はね、まあちょっと若干広がってるみたいなんで、というのもあと迷いもいると思うので、あ、ここ入れないのか、なんかいるな。これってしゃがんだら入れる？しゃがんでも入れねえのか。入り口どこやねん、向こう側か。まあちょっとせっかくなんでね、この洞窟探索していこうかなと思います。多分迷いもいるかと思いますので、迷いの落とし物が欲しいしね。お、なんかいっぱいいるな。とりあえず明かり花だ。うれ、あーつー、あー、まだここにもいんのが。やめろ、ユンボー、ユンボー、あんま近くでやるな、怖いぞ。あー、こっち側から入れるのか。うわー、めっちゃおる。めっちゃおる。片付けます。おいよ、ほら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 。マスターソードがあれば、こいつらなんぞ大したことはない。いや、ただ多いな、こいつ体力が。こいつ体力多いのよ。まあ、不意打ちでやるとかの方が良かったかな。でも、この青色のやつは大したことないからな。やれるな。あと何体？あ、終わった？もう一体いたよね。やってました？チューリとユンボーが。優秀ですね。さあ、どうなっていますかね？何が入ってるんでしょうか？ちょっと微妙に取り損ねてんな。行く。兵士の両手剣付き、長棒？ちょっと待って。ちょっと、情報が多いな。何？両手剣付き長棒？めちゃめちゃいらんくないか、これ。ロングスローついてんだ。いらんけど、旅人の剣よりはいるかもしれん。どういうこと？待って、これ、しかも槍ってことよね。相当長い槍じゃないこれ。長っ！使いづら。長すぎるやろ、これ。長いぜ、こんな両手剣とかつけたら。あ、こっち行ったところか。まあ、暗い方に行きゃいいのかな？この感じね。ちょ、向こう側じゃない？ちょっとまだ迷い見つけてない。洞窟に入ったのに。せっかく来たなら見つけたい。うわ、だるいの、女。ほら、ほら、早速使ってやる、これ。もう早速消化してやる、この武器を。あれ、でもいないよ。迷いとかいないぞ。お、やった、木の矢拾えたぞ。あ、この辺は、なんかコログの武器 ?3 連ついてんの？これ、しかも。速射？もろとこ、もろとこ？オプションついてんの、もろとこ？これ、壊そう。これいい。はい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 。まあ、この剣はマジですぐ壊れていいやつ。あれ？でも洞窟ないのかな？あれ？迷いは？行ってないとこ他にあります？あ、向こう側か。こっち側行ってないのか。あれ？
違うのか。うん、俺どっちから来た。でもこっちから入ってきたよね。こっちが入り口だよね。うん、あれ、あ、こっちにもあんの。こっちじゃない、あ、こっち来たところ。あ、ちょっと待って、わかんない、わかんない。あ、いた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 。うろちょろしやがって。やばやばい、なんか出してきた。オフレイ、いたいたいた。これで解決です。よかった。いや、洞窟にはね、こう迷いがいるわけなんですけれども、俺多分ね、いくつかはそのことを忘れて、せっかく洞窟に行ったのに迷いをしばき忘れてるな。なんかちょっともったいないことしちゃったな。また行かないといけないってことでしょそれ。というわけで、ここの祠もまあなんてことない、難なくクリアしたんですけど、あっさりだな。ちょっとこう上上がる、ここから一旦外出るか。まあ通れルーフとかで出りゃいいんだけど。はい、終わりましたけど、終わりましたけど、ちょっとじゃああそこも滅ぼしとくか、ついでに。今気分がいいです、あっさり終わったんでね。